水流不要白鷺賞金図検ポン職名は2年、神戸市立博物館諸葛館完成2年は、江戸時代中期に活躍した南品派の絵師。字は四文。通称は、清水又四郎。別号に、聖菜、古南、古賀堂等がある。江戸の浮遊な家に埋まる。南品派、長崎派の絵師だが長崎には留学せず、中国古が野人南品などの画を集めて独学。 熱中しすぎて、身の城を潰したという。家政の諸葛は1748年に来泊した、新人、諸葛進むに死宿したことから名乗った。江戸で南品画風を始めた、最初期の絵師であり、これは、江戸で南品派を代表する絵師、総史席より早い。岩村藩松平家の御用を務め、一時姫路藩、境が学女家に仕えたとも言われる。強烈な色彩と墨線。 濃厚な陰影の傘まで、花鳥画を得意とした。1759年頃観光の、当時売法歴評判記では、動画の名手とされ、南品風の作品に定評があったようだ。実際、陳南品の作品など、中国画を模写した作品も残っている。また、細部へのこだわりを強く感じさせる作品も多い。性格は豪気で己を曲げず、貧困のうちに没したという。 去年74、弟子に源の乱郷など。子は渡辺県体に入門したが、家業は継がなかったらしい。ありがとうございます。